もう270日目か。畜生、出してくれよ。もし出られなきゃ、兄さんが。おい、起きてんのか。また飯を食ってないな。少しだけでも食え。俺たちを困らせるな。えいっす。どうした隊長、金縛りにでもあったか。この前子飼いで起きた幽霊事件について、今朝ヒーローが難癖つけてきたんだ。例の墓泥棒は子飼いがこっそり研究してる薬剤の毒にやられて、中央庁は裏で子飼いに出資してるって。メンズ姉さんがカンカンでさ、兄さんと俺を連れて中央庁の会議に来たんだけど、そこにスーホアンもいたから俺はあんたのとこに来たってわけだ。あんたかなりうなされてたぞ。上野党もないのにまた悪夢を見たのか。言ってみな、今回は何を見た。なんでそんなもんまで。俺も今朝同じ夢を見た。どうだ、なかなか味わえない体験だろ。それ以上言うな。俺の感覚まで体験できるなら気をつけた方がいい。俺はこれでも一度死んだ人間だ。その時の経験が夢に出てきてもおかしくはない。あんた大丈夫か。縁の主は俺なのに、なんであんたの方が苦しんでんだよ。それはまだ思い出してない。まあ心配すんな。俺を監禁したのは邪悪な勢力じゃない、純家の人間だ。俺をずっと監禁するとは思えない。詳しく覚えてないけど、多分あそこは純家の独房だ。俺を監禁したのは、まあきっと俺が掟を破ったからだ。それか俺の仕返しを恐れたのかもしれない。奴らのせいで俺の魂はこの常夜灯に入れられて、お前まで毎日悪夢を見る羽目になったんだ。昨日の夜は呪符の効果が切れてたのかもしれない。もう同じ思いはさせないぜ。毎日呪符を交換してやっからな。さ、起きた起きた。朝の時間は貴重なんだぞ。準備することが山ほどあるからな。
忘れ物はありませんか？ではまたお越しになって。何でしょうね。これかしら。いられないようだな。全力に対応する。ラジオ、了解した。いつでもいいぞ。任務を遂行する。頑張る。光栄の怒りよ。誰か僕と一緒に行きませんか？わかりました。ここにお宝があるっていうの？何でも命令して。おやじの出番だ。素早くきれいに。はい、すべては主の意のままよ。you
心配は無用だ。早く帰ればいいよね。呼んだのは君かい？僕をさ、お掃除は始めよう。
状況に変化はない。ありませんの？呼んだのは君かい？わかりました。位置に。この私の時間を無駄にさせるいいのか？呼んだのは君かい？俺にこんな単純な任務をやれだと？能力の無駄もいいとこだ。楽になった。
楽になった。体が楽になった。おかげで勝ったよ。ちょっときつかったけど。全力に対応する。なんや、出前か。光栄の至りよ。準備は。見えないでちょうだい。
忙しくなるわね。何でも命令して。俺から離れてくれ。それ。戦闘内容を記録しておくわ。帰ったら詳細を報告しなくてはならないから。全力で対応する。剣の道は霊にあり。剣山、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 
殿、勉強になりました。なぜ俺なんだ。隊長！誰かが呼んでるぞ、隊長。隊長！上だよ！こんなとこにいて落ちないのか？見に行ってみようぜ。危ないから早く降りてもらえ。事故になったら俺たちの責任になるぞ。無理っすよ。あの人全然話を聞いてくれないんすもん。もう1時間以上もあそこにいるんすよ。警察を呼ぶしかなさそうっすね。あの人はずっと窓の外にいるんです。近所の人たちは怖がっているんですが、どうしても降りてくれなくて、ずっとあそこで変なことばかり言ってるんです。あ、隊長、やっと来てくれたんだ。これこそ俺の求めてた場所だよ。公開都市には俺好みの山はないけど、高層ビルならいくらでもある。ここは眺めもいいし空気もきれいだ。君もおいでよ。俺また人間的にアウトなことをやっちゃった。人間ってよくわかんない生き物だな。よし、入った。全員持ち場に戻るっす。どうやら人間社会には勉強しなくちゃいけないことが山ほどあるみたいだ。俺は人間じゃないからわからなくてごめん。きっと迷惑かけたよね。あんなことが怖いんだ。勉強になったよ。何それ。俺の人間観察メモだよ。職業と言うは尋問の超すごい発明だ。同じな人間でもそれぞれ全然違うことを演じていろ。その超すごい職業は尋問の夢と呼ばれろんだ。文法的にもめちゃくちゃで誤字だらけだけど、こいつが何をやってるかは大体分かった。職業が何なのかはよく分かんないけど、夢なら分かるよ。俺はさ、高層ビルの上に立つ夢をよく見るんだ。夢を叶えようとして窓の外に立ったら騒がれちゃうなんて予想もしなかったよ。叶えられる夢もあれば叶えられない夢もある。これはお前にとって
叶えられない夢かもな、こういうの。そう？でも、なんか悔しいな。雑巾？窓を拭けってことか？ナイスアイデア！これからはそうするよ。そしたらお金ももらえて牛乳が買える。どんな才能でもね、そうとは限らないと思うぞ。世の中には使えない才能もある。最悪や危険を象徴するような才能はどんな時代でも嫌われるもんだ。あんた、最悪を甘く見すぎだ。でもまあ、そういう考え方は嫌いじゃない。俺の力を人助けに使うってのもどうかと思うけど、面白いからいっか。疲れたら一緒に牛乳を飲もう。とっても美味しいよ。悪いが遠慮しとく。兄さんの話じゃ、俺は乳糖不耐症ってやつらしくてな。つまり牛乳は飲めないってことだ。牛乳が飲めない？ひょっとすると君、人間じゃなくて猫科なのか？おい、なんか誤解してないか？照れる必要なんてないよ。さ、端末で友達登録をしよう。今度一緒に人間観察をしようね。呼んだのは君かい？いいじゃない、行くわよ。
お前がそう望むならない。気色悪いとこだな、ここ。いるだけで吐き気がするぜ。構わねえよ、さっさと仕事を済まそうぜ。様々なパーツで作った新種のモンスター、人の血肉で作られた実験体、様々な異変を起こした後廃棄される肉体、それが宝物ってわけか。お前のパパはお前を騙して利用した最低最悪のクズだ。悪いのはそのクズ野郎だ。お前が悲しむ必要はない。
俺、思い出した。魂が分離された時、生きたままコンパクを剥がすのは辛いだろう。順調に行けばすぐに終わる。少しだけ我慢してくれ。なんで、俺はずっとあなたと兄さんを尊敬してきたのに。王子様、もう限界です。今まで一度も見たことのない状況です。悪鬼のようなこの文魂はやはり。ようやく目が覚めましたか。おっと、無理は禁物ですよ。まだ本調子ではなさそうです。もう少し横になった方がいいでしょう。おかげさまであの子も無事ですよ。かなり危険な状態でしたが、一体どうやってあなたを連れ帰ったんでしょうね。帰った途端に倒れましたが、もう起きています。あなたを巻き添えにして落ち込んだのか、風に当たりに行きました。ヤオ君が自分の意志で夢から目を覚ましたのは、あなたの声を聞いたからかもしれません。あんな状況であの子を助けようとするなんて、あなたも十分頑張りましたよ。あの子も悪夢の底に沈まなくてよかった。
安心しなさい。きっとなんとかなります。兄さん、また勝手に俺の話してんのかよ。おや、隊長のセリフを聞いてたでしょ。君を責めてなどいませんよ。大丈夫か。急にあんなことを思い出すとは思わなかったよ。悪いな。あんたにもきつい記憶を体験させちまった。あの時剥がされた俺の魂はこの常夜島に入ってる。あれは一族の伝承で生贄って言うんだ。途中である邪悪な術法を使う。人の魂を剥離し常夜島に集めるんだ。常夜島に入れられた魂魄は特定の契約を通じ誰かの身代わりとなる。身代わりになった魂魄は死ぬまでその誰かのダメージを肩代わりするってわけだ。そして死後は魂魄も完全にバラバラになっちまう。ああ、俺は兄さんの身代わりだ。だから正直、俺がどんなに兄さんを挑発しても、兄さんを殺すどころか、ダメージを与えることすらできない。この傷は全部、兄さんのために負った傷だ。兄さんが怪我をするたびに増える。もう何年も昔のことだ。もし方法があれば兄さんはとっくに見つけてる。よし、思い出せることは全部教えたぜ。礼を言うのは俺の方だ。俺はあんたを縁の悪夢に巻き込んだんだ。下手したら二度と帰れなくなるとこだったんだぞ。いや、あんたがいなけりゃ。とにかく、ありがとな。
隊長、ナイスタイミング。あんたに相談したいことがあったんだよ。ゴルーノが間違って書いたんだろう。職業プランだと思うぜ。もちろんあいつのプランなんて学ぶつもりはないが、ちょっと参考にしたくてな。俺にふさわしい職業がないかと思ってよ。それな、人気使いも仕事っちゃ仕事だけど、みんな本業は別にあるっぽいし、俺もさ、あんたとパトロールしてるだけじゃまずいだろう。何より兄さんと一緒に骨董屋を経営するのはごめんだ。俺今の社会に詳しくないからさ、あんたに聞くしかないと思って。クンフーはどうだ？体術系なら兄さんにも負けないぜ。スキルか。この時代にも彫り師がいるだろう。肌に墨を入れるプロ。昔はな、入れ墨は光竜に襲われないための武術だったんだ。鉄門って呼ばれてたけどな。そうそう、涅槃の涅って書いて鉄って読むんだ。運命にとらわれず、針を刺す痛みに耐えて作られた鮮やかな肌、美しいと思わないか？ついでにこの傷もなんとかできそうだし。兄さんになら勝つ自信あるぜ。どうしてもダメなら本職に戻って速記術師を継ぐのもありだな。あんたは見えないからあまりいないと思うだろうけど、本気で退治しようとすりゃどこにでもいるぜ。ま、足りなければ新しく作ればいいさ。だって俺この時代でこの年で普通に暮らしたいから。せっかく取り戻した命を過去のことに浪費したくないんだ。昔の記憶ってブラックホールみたいなもんだろ。むやみに近づくと危ないけど、苦しみの源を解決するためには避けて通れない。でも
苦しみを抑える別の方法がありゃ、あんたを巻き込む理由もなくなる。この前の占いの結果覚えてるか？未来は俺の選択で変わるって。新しい時代が始まった。この時代なら俺も兄さんや施設のガキ、そしてコルーノやみんなみたいに嫌われずに生きられるはずだ。昔のことも大事だけど、今の方がもっと重要だからな。とにかく待ってろ。俺はこの年でたった一つの居場所を見つけてみせる。